どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。トローラーコースターパーク2。まあ訳さなくても意味はサムネでなんとなくさせてください。でこれね、トローラーコースターパーク2っていうコース名なんだけど、1はやったことがあるんだよね。このコースをやったことがあるのかわかんなくて、それでみんなに聞きたいんですよ。僕はこのトローラーコースターパーク2をやったことがあるのか。どうすか。なんか今日ダメだ全然冴えてないわまあいつも冴えてないんですけど、それじゃあやっていこうか。クリア率は 0%。 そういやみんな忍耐見た？まあ人それぞれだと思うんだけど、僕的に言ったら今回微妙だったかな。あえて面白そうだなと思ったのはドンキーコングだったね。ドンキーコングリターンズだったっけ、あれがすごく、いやこれは全然避けれるよ。でそのドンキーコングリターンズやったことあるんだけど、っていうかさ、これ上がれんの開幕登れない、初めてだって開幕登れないとか、やってくれんじゃねえか制作者、出せ坂田。ドンキーコングのゲームってマジで難しいよね。ネット上とかだったら子供がするレベルのコースじゃないとか言われてるんだけど、今の時代子供の方が上手かったりするじゃん。大人顔負けみたいな、もう大人がマウント取る時代は終わったんだろうなゲームで。でこれなんて書いてある、ラインスタッツヒアーかな、ここに立てみたいな。一旦右調べておこうか、ここなんかありますごめんみんな、右の土管入る前にちょっと気になったんだけど、この上行けるんじゃない？あ、やっぱそうだよなもういいんだよお前は。いや僕は絶対にこのドッスンの左を行ってみせるぜ。さあ上から行ってみようか。危ないね、さからお前なんかに引っかかるかよ。いい加減にせんか。いい加減にするのは僕の方でしたね。さっさと先に進みましょうか。こっからアトラクションの開始っていうことなんでねえの。何このテーマパーク、何をイメージしてんの。迷路みたいな感じかな、迷宮みたいなお前邪魔だって。いや行けるよなこれ、左の方から乗ってすぐジャンプ。あいやー、わからん、今までにないようなトロールコースだこれは。スピンジャンプしておいて、あ早く行こう、トゲゾウが来るより早く右に進めばいいだけなんだ。ソーシャルディスタンス。さっき隠しブロックが出てきたから、その隠しブロックでこいつを防ぐみたいな。あっちゃん、これ怖いよこのコース。何どうすればいいの、これ以上進むのが怖いのよ。絶対なんか出てくるんじゃないの、またこの辺にさ。そこに魚が出てくることは分かってんだ、この辺に放っておけば大丈夫。でドクロリフトに乗っていけばいいのかな、このオンオフ変わんない。え大丈夫、もう進むのが怖い、こんなに進むのが怖いとロールコース久しぶりだよ。でここ分かったかもしんない、アトラクションに乗る前の整列する場所っていう感じなんじゃないかな。だからトゲゾウがたくさん出てきてますみたいな。でこれでジェットコースターなんかな、うわ楽しそうやば、でも絶対なんか出てくるって、上から魚とか石橋とかさ。大丈夫、これどん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 登っていきの、これで下り坂みたいな。え、これ本当にちゃんとあれだね、ジェットコースターイメージしてるんだね。うわすげえすげえ。でどこでまで描くんだろう怖いけど楽しみ、楽しみすぎてしょうがねえよ。中間じゃん、中間中間だ、こんなジェットコースター。このコースすごいね、本当にテーマパークみたいになってるとは思わなかった。まあまあこれ中間取ったからさ全然大丈夫と思ったけど、上に進ませてくれんのね。この上はいける、上にはいけそうにないか。じゃあ土管に入っていきます。これ短いのかな、もっと長くたくさん遊んでみたいよね。あっぴゃこれは何来てる怖いかじゃあこれは、落ちてきたね。なら右にダッシュします。そうするとこのパワーブロックが落ちてきて、このブラパを倒せると。罠の密度がすごいのよこのコース。このパンを発動したところでさ、また急に何が来るんだろう。わこの遊園地もう嫌だ。いやね、雑談とかめっちゃしたいんだけど、したところですぐにやられる予感しかしないんだよな。いや違うんだって、僕ですねめちゃめちゃ遊園地とか好きな人間なんですよ。特にジェットコースターとかたまんないよね、そのジェットコースターほら全然話は進まないって、コースは進めなくていい、せめて話を進ませてくれよいやこれ下から行けないかな、この隙間を。うわ邪魔すんだって隠しブロックよ、こっちに行くしかねえのか。ヒントみたいな感じかな、ボンパーカース、ボンバーカースってなんだろうな、これ何、死に耐久みたいな匂いがしますけどこっちのドアは何なんだろうね、もしかして、あやっぱり戻るだけだよな。これはボンバーカースっていうアトラクション、わけわかんねえアトラクション作んなって
ここのさ、バーも邪魔してんし。だから、このクッパクラーに乗って左上の針のところに行けっちゅう感じか。行け、なんか勝手に落とされちゃうんだよな。なにこれ、めちゃめちゃ難しい診断権じゃん。やめろってもう、そんなことすんな。もう同級生をいじめるヤンキーみたいになってんじゃん、お前ら。そんなに怒り狂うんだって。怒りたいのはこっちの方なんだよ。この隙間、チャンス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 、よーし、手裏剣遊園地を舐めるな。やっぱ遊園地って言ったらさ、ジェットコースターが一番楽しいよね。でもさ、ジェットコースター乗れない人結構多いよね、怖いみたいな。いや大丈夫だから、乗ってもね、死ぬことはないんだから、変な事故がない限りさ。いやこれ邪魔すんなよ、今ぶち。ジェットコースターめちゃめちゃ好きなんだけど、ジェットコースター降りるとき、もう千鳥足になってるね。めちゃめちゃ揺れまくっててさ、お前どこまで来んだよ、お前邪魔すんだよ。いいって、なんでよ。何楽しそうにしてんだよ、お前は。お前のせいでさっきめちゃめちゃ苦しめられたんだよ。でさ、このパックン、パックンじゃねえや、イモムシ、イモムシはさ、あ、引っかかってくれんだ。さっき引っかからなかったよな。で、この中になんかあった。貴様、落ち着け、ゆっくり進むんだ。このコース、ジェットコースターを登るかのようにゆっくりと行こうじゃないか。危ないね、そんなので引っかかるかよ。それは引っかかるよ。もう嫌だ、こんな遊園地潰れてしまえばいいのに。で、どいつが鍵持ってる、一番前のやつが持ってたな。で、この鍵止めらに入って、もうゴールでいいよ。もうゴールがないと僕の喉が潰れちゃった。食べたらゴールがあったね。どうする、これ。まずパイブロックを叩いて、いや、いいのか。ダメじゃん、マホガルジ。頼む、もう進んでよ、そんぐらいさ。なんか嫌な予感がする。頼む、中間ポイント戻しなきゃ。やめてくれ。こっちはチェンジゲーム、ゲームを変えますみたいな。もう知り体験っぽいって。なんだよこの知り体験は。この亀を持って右の方に追っておけばいいのかな。あ、なんかそんなっぽいね。右に落としのここで当たれっていう感じだと思うんだけど、バレーが邪魔してる。とりあえず右の方に追っとってみようか。右の方に。画面もっとこっち来いよ。だ、今、今だよ画面。そう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 。画面、画面。お願い、僕はもうこのコースやりたくないんだ。頼む、ここやか、これか。よし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 、ガメガメ。もう飛ばす、これでクリアできなかったら僕も飛ばすわ。よしよし、ダメ、きたー。取る。このコース短くてよかったわ。これ以上続けられると僕どうにかしてしまいそうですよ。これ上からいける。お、上いけんじゃん。そしてキノコをかわしいの、これでゴールができるやな。お願い、いや、めちゃめちゃ鬼畜だったけど、ナイスアイデアのトロールコースだったね。すげえ斬新で楽しかったです。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、メットコースター。さっきのトロールコースターがめちゃめちゃ楽しかったからさ、他のコースターコースもやっていこうかなと思います。で、説明文にメットに乗って進んでいくアトラクションコースです。 EX もあるよ。ズル、ガバを見つけたらコメントでお知らせください。ってことで、このコースはメットに乗って進んでいくようなコースだろうね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.56%。もうさ、わけわかんないぐらいぐちゃぐちゃであってほしいね。で、メットもさ、遅いやつと早いやつがあるじゃん。その早いやつでぐちゃぐちゃになってほしいわ。さあ進んでいこうか。このちくわブロックの下に降りるっていうことはなさそうだよな。さあ土管に入っていきます。で、で、このメットに乗ればいいのかな。ああ、まあまあこんだけだったら全然余裕そうだよな。で、オンオフをします。後で速くなるみたいな。この下手くそ。メットが落ちる時のタイミングでジャンプ、ここちょっと難しいね。で、ここはメット上がってくるよな。で、次はここの上をどんどん登っていけみたいな。どん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 。これさ、ズル見つけたらコメントで知らせてくださいって書いてたじゃん。このメットかぶれるんじゃない。このオープンところでさ、こんな開けちゃう。やばい、何してくれてんの。いや絶対かぶれると思うんだよな。この辺ギリギリで、やっちゃった。どうしようどうしよう、どうしようもないけよ。何やってんの。ここまで来たらね、僕はかぶるまで諦めませんよ。いや無理なのかな、なんかいけそうな気しない。もう一個いけそうな場所、ここ。よしよしよし、あ、いや、ちょ、一個しかねえ、大丈夫か。もう、もう、いちゃいちゃい。よし。これいいの
のか。全然制御方法じゃないけど、でスピードアップ。でもさ、これでベッドかぶれてるもんな。オッケーオッケー。いや早いって。ちょ、いや待って待って、またかー。ごめんみんな、やっぱりちゃんとするわ。最後にさ、ピックコインがあったから、それをどうしても取りたいんだよね。ここで右右右右って押せ。これ上はなんかあんのかな。上行ってみたくない。なんかなんもないかい。これさ、ズルなしめちゃめちゃむずいかもしんない。前の方から飛びのはこれでいけるのか。そしてこいつでダメやにゃん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 。で、で、あのピンクコインどうやって取るの。はぁ、あ、取り方わかんないんだけど。ここでもうかぶっちゃおうか。で、この無敵時間を利用してピンクコイン取る。多分1個だけ残していくとか、そんな感じ。あ、一番後ろのメットの方に乗っておいたら多分取れたんじゃない。まあそれが分かっただけいいね。さあ進んでいこう。で、中間ポイント取りの、さっきここだよな。ここめちゃめちゃ早かったもんな。いやマジで集中していくよ。この矢印は何。誰が助けてこのコース喋れねえ。もう一気一気ぐらいしか言えないのよ。集中しろ。集中すればそんなに難しいコースじゃないぞ。矢印のところでジャンプすればいいだけだった。それだけのことなんだ。ベッドこのコースで難しすぎるから、ズルでも何でも OK にしましょうよ。実況だってどうだっていいんだ。クリアさえすればどうだっていいんだ。なんだそれ、どうやって取るんだえ、オンオフは、オンオフはどうやって買いのこれ。右まで行ったら変わりますみたいな。え、あのピンクコインどうやって取るんだろうな。マイが先進んでみます。その先になんかある。オンオフあるね。あれでもゴールあるよ。うわ、わかんねえわかんねえ。マイや左の土管入ってみようか。こっちは何、エキストラステージ。うわ絶対そうじゃん。あ、わかった、これでさっきのピンクコインを取ればいいのか。あ、そうしようそうしようまあこのね、遅いやつは全然楽勝でいけると思うんだよな。で、ジャンプ、ジャンプぐらいせえ。これさ、思ったんだけど、今度パックンいないじゃん。だからオンオフする必要あるのかなって思うんだけどね。まあしないで行ってみようか。これでルートが変わってるみたいな感じなんかな。いや、これちょっと苦手なんだよな。なに、よし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 。で、ここでオンオフを C の土管に入っていく。まあ結局ここでさ、ドアに入るためにオンオフしなくちゃいけないから、さっきのところでオンオフしようがしまいがどっちでもいいんだろうね。で、今度ここも3つみたいな。いや、それはきっ、あれ、ここじゃない。どういうこと、ここで5個ってことはさっきのピンクコイン取れないっていうことですか。いや、ちょっとわかんねえな。一番後ろの方行ってみて、ダメじゃんマジでわかんねえここ。まあ先入ってってみようか。で、ゴールだよな。で、さっきのオンオフのところに行っても同じ感じになるから、もういいか、ゴールしようかいや、なんかちょっとモヤモヤするね。マジで生き方わかんないんだよね。生き方がわかる人いたらぜひ教えてください。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオか、火事だ。説明文にネタですって書いてるんですよ。意味がわかりません。何を言ってるんでしょうかね、この制作者さんネタですってどういうこと。まあこれはね、コースの全体図を見たらサムネみたいな砲台の設置の仕方が結構長く続いてたんですよ。で、火事だっていうコース名だから、砲台からバブルが出てくるっていう感じなんじゃないかな。それをかわしていけみたいな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.16%。 最近似たようなバブル避けゲーしたよね。あれちょっと簡単だったからさ。で、もうちょっと難しそうなの見つけたから、これやっていこうかなと思いました。さあ始まった。これ全部バブルなのね、やっぱり。で、時間は10秒しかない。いや、これ結構早く行かないといけないんじゃない。ギャ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 、やばっかー。これはなかなか難しそうだね。まず最初のバブル避ける。そしてこっからどうするかだよな。タイミングバッチリ。バブル避けるタイミングを覚えないけんね。最初のバブル避けて、で、こっからだよな。こっから、いや、いいよいいよ。で、このまんま見や。そもそもよ、時間が10秒しかないから早く行かせて。やっぱり最初のバブル避けなきゃいけないっぽいね。で、避けた後にノンストップで行ってみようか。これがこのコースの攻略法だ。見たか、なぜなさけねえ右に行き過ぎたらいけないんだね。てっぺんからゴールしようか。それでゴールできるっていうのは分かった。次こそゴールしてみせるぜ。しゃいや、クリアできたら気持ちいいね、このコース。ナイスアイディアのコースでした。どうもありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。